今月の末、そう、今月の末ですね、あの6月24、25は、洞爺湖、漫画アニメフェスタというね、はい、お祭りがあるので、はい、この、2日間はね、あの泊まりがけで行ってきますけど。北海道にね、なんかあの洞爺湖っていうあのリゾート地があるんですけど、そこが毎年そのイベントになると3万人ぐらい集まるっていう噂では、はい、まあ、今はもっと多いかもしれないですけど、あのアニメ漫画フェスタみたいなのがあって、まあ、ステージ、野外ステージして、なんかその多分アニソンのね、あのシンガーの方々が歌ったりとか、なんかいろんなイベントがあるんですけど、まあ何がすごいって、なんかコスプレの人がすごいらしいんですね、数が、うん、でなんか海外からもなんかそういうのを聞きつけてくる方々が多いらしくて、うん、なんかあのあっという間にホテルも埋まっちゃうみたいな。僕もなんかちょっとあのね、そうお頼みして、ね、撮っていただきましたけど、はい、なんかもう本当に空きがもうちょっとでなくなるみたいな。あの日にち出るのがすごい遅くて6月とか10月とかにやるのはもう決まってるんですけど、年2回やるんですけど、なんかその何日っていうのがね、なんか結構遅いんですよね。だから毎日こうやってサイトをチェックして、あ、日程決まったと思った瞬間にこう宿予約しとかないともう速攻埋まっちゃうみたいな。はい、まあ、あのとりあえず1日目と2日目はあの私もチケット買ってこないと違うコスプレしようかなと思ってますね。チケット僕も買ってないですけど、はい、あの男女4名で行ってまいりまして、はい、楽しんでいこうとは思ってるんですけどね。あの2日目の俺もコスプレの衣装まだ買ってないから買わなきゃと思って、はい、まあ洞爺湖のまああの木刀あるじゃないですか。洞爺湖って書いた木刀。で、お土産とかよくみんなね、買うあれ。あれが、なんと売り切れるそうです。あの、銀玉の、ね、銀玉さんの影響で。もうね、すごい人気らしいですよ。多分、海外の方とかすぐ買ってくるんでしょうね。なんかあの、YouTube とかでなんか見ると。買ってき、写真いっぱい撮ってきてください。あのテレビの取材かなんかでやってたんですけど、なんか今掘ってくれるみたいですね。牧草になんか掘ってほしい名前とか、自分の名前掘ってもらったりとか、文字とかをちょっと掘ってもらえるらしいです。はい、あ、素敵写真、あのコスプレイヤーの方とね一緒に写真をいっぱい撮ってこようかなと思ってますんで、はい、いろんな方とちょっとつながりを持って、はい、楽しんでこようかなと思っております。はい、すすきののねアニソンバーの子たちもあのこう参加するみたいなんで、なんかそれでちょっと一緒に楽しんでこようかなと思ってます。はい。まあ、あの別行動ですけどね、多分。あったら、ああ、みたいな。で、夜はなんかこう、コスプレダンスパーティーみたいな、そういうのもあるらしいんで、あ、それ面白そうって思って、ちょっと参加していきたいと思います。